皆さんこんこにちはそれでは2019年管理業務主任者マンション管理士の講座説明会「問題演習で鍛えろ」「基礎知識と問題解答力」の説明会を始めてまいります。担当はレクセン人講師の太田です。よろししくお願いいたします、はいえー、と今回タイトルはこちら「問題演習で鍛えろ」「基礎知識と問題解答力」。 簡単に言ってしまうと、まあ、皆さんが目指す管理業務審査マンション管理士という試験は、まあ、4試択1マークシートで行われていくわけですね。で、えー、合格に必要な点数に達せられればよしということです。ただ問題といっても全て同じような問題が並んでるかといったら、まあ、そうではないんですね。 まあ例えば皆さんが今目指していただいているマンション管理者や管理業務主任者の問題まあいわゆるあの科目があるわけですねまあ科目というか分野が。でそれはまあ大きく3つあって法令系それから実務会計系そして建築設備系とあるわけです。でそれぞれのえいわゆる分野の内容はま同じように回答していくかっていうとそうではなくてそれぞれ特徴があるわけです。やはり その特徴をつかんだ上でどういう対策をしていくのかということが重要なんですね。まあ当然皆さんも考えてはいらっしゃると思うんですけども、まあここで一度再確認していただき、今後の学習にあの反映させてほしいと思います。ではこちらのレジュメを見ながらご紹介をしていきます。まず一番目に書いてありますが、本試験で得点するために必要な三つの力。 というのがあるじゃないかということを前提にします。で、まあこれは皆さんも経験があると思います。あのテキストはしっかり読んでると、まあ、講義もしっかり聞いてると、じゃあいざ問題をやってみるとどうも点数が伸びない。まあ、逆に正解できるそうな問題が正解できなかったりするわけですね。例えば1番だと自信持って解答してみたら。 間違えたなんていう経験はあるだろうと思うんですね。でもちろん。それで修正をして、次に。同じような問題が出たら、正解していけばいいんですが。まあ、なかなかその修正がうまくいかないという方も。いらっしゃると思います。でそれは一体。どう対処していけばいいのかっていうことなんですね。で。一番目の括弧二に書いてありますが。まあ。 いわゆる原因として次のようなものを考えてほしいということです、まあ、大きく知識力それから回答力そして得点力と、まあ、3つに分けてるんですね、まあ、一番分かりやすいのは1番目知識力ですやはりあの記憶しとかないと正解ができないというものはもう記憶力勝負なわけですねやっぱりうろ覚えだと迷ってしまう正確に 記憶してないと間違えてしまうという問題は必ずと言っていいほど記載されます、まあ、逆に言えばそれが者側の狙いです皆さんがうろ覚えとかあるいは勘違いして覚えてるんじゃないかというところは者側はもう把握してますえ偶然狙われたところが弱かったわけじゃなくてもうピンポイントで 狙われてます。おそらく一通り勉強した人でもここまではしっかりと覚えてないだろう。あるいは整理できてないだろう。被災者側はそれが分かっているはずですから、そこをついてきます。でだからなのでたまたま自分がそう自分ができなかったのはたまたまそういうところが狙われてきていると考える方がいらっしゃいますが、えー、そうじゃないということです。まあ絶対とは言いませんけどね、そうではないということです。まさに。 あの狙われるべきして狙われてきてるというふうに思っていただいた方がいいです。ということは逆に言えばそういう曖昧なところあるいはしっかりと整理しないと間違えてしまうところがどこなのかということを把握した上でそれを攻略していく。まあ、逆に言えばどこがその部分なのかということがわからないとですね補強もしようがないです。でそれはどうやって あの見つけるのかって言うとまあ、先ほどここにも書いてあるようにまあ、自分では一通りテキストをしっかり見てるし、講義も聞いてるんだからまあ、できてるだろうとこう思い込んでるわけですね。でも、実際やってみたら違ったと。そのようにして問題演習して、しっかりと自分の弱点を補強していくっていうことです。まあ、そうすれば、次に同じような問題が出た時は次は間違えないで済むでしょうえ。このな風にしてえ、しっかりとま知識を身につけて。いく でその知識を身につけていくためにはやはり問題演習などやって自分が間違えたところを中心として補強していくっていうことが重要ですあの。間違えてないところは次に同じような問題が出てきても間違えません。そこを何回も繰り返してても意味ないですからやっぱり自分が間違えたところをしっかりと補強できてるかどうかっていうことを確認していくっていうことですね。はい、それが、まあ、知識力不足のところです。で次にあの回答力 と言われているものがありますこれはなかなかちょっとあの何でしょう難しいところなんですけども、えー、例えば問題ありますで解説を読んだら知ってるんだけどもなぜか正解を正解ができないあるいは事例的な問題がなかなかうまく解け,解けないというものですね。 でまあ、これは先にご紹介した知識力不足にもつながってくるんですけどもあの一つは分分かかっってていいいいいいたつもりですすがが実は分かっていないとというケースが多いと思います自分では理解していると思ってたんですが実は理解できてないというものですね。というものですね。でこの先ほどの知識力と関係するんですが覚えてない。 とととといいうこことと理解でできてないってなっは別ですから覚えてないってことはそれをきちっと記憶でででききれば修正できるはずなんですねところが分かってないっていうのはそれを分からなければ修正できません。で悪いことに自分では理解できてると思ってるのに実は理解できてない。例えば勘違いしていたとかあるいは大事な部分を見落としてたとかそういうことなんですね。でですのでそれが やはり根本にあると修正しないといけません。でも、それもなかな。そちらの方はなかなかこう気が付きにくいんですね。やっぱり自分でできてる理解できていると思い込んでることが多いからです。ですので、えっ、ー、と解説など読んで分かってたんだけども、正解できなかったっていうのはその理解してるっていう部分がまだ自分ではでき、あの理解できていると思っていながら、実は何か抜けてたりすることがあるんですね。 だからそういうケースの時には今一度テキストなりまあもちろんまんべんなくと言いませんがまあ分野にあの必ずそういう理解があまりできてないところに関しては、まあ、同じような問題あやると同じように間違えていくという傾向があるんですね。 えーまあ、逆にある時は正解できるんですがある時は正解できないとかそういうまばらの状態が続いたりとかするとこの理解力が不足してててるんじゃないい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 かととう疑いを持っていただいていいと思いますでその場合は先にご紹介したようにもう一度その部分をテキスト読み直したり講義を聞き直したりして修正していくっていうことが必要だと思います。まあ、個人的にはこの 解答力不足っていうところが、まあ、一番皆さんにとって知識力の場合はこれはもう覚えてればできたかできないかっていうんで、まあ、割と比較的あの発見はしやすすいいと思いますそれからあと得点力と呼ばれているものですが、まあ、いわゆるあのじっくり解けば正解にたどり着くことができたんですが時間が限定されると正解にたどり着けない。 本試験では時間が決められてますからその中で回答していかないといけませんでマンション管理者管理業務主任者の試験に関しては近年時間が足りなかったっていう年はあまり聞いたことはありませんただ個人的にはこの得点力不足の中にいわゆるケアレスミスですねケアレスミスこれを含んでいいんじゃないかなと思いますあの記憶,はちゃん記憶ができてる で理解もできてる。でも得点できてないってことは、それは今ここに書いてあるように、なんか焦っちゃって正解にたどり着いていない。いわゆるケアレスミスにケアレスミスであの正解に達してないケースが多いと思うんですね。で、これはもうもう一回問題見直せば正解が何らくたどり着けてるはずなんですけどもできてない。まあ、私たちは人間生身ですから機械のように。 すべて一律同じ状態で問題を回答していくってこととは難しいと思い思ますでこれ人それぞれによって違うんですけども例えば「正しいものを選べ」と書いてあるのに何か「誤ってるものを選べ」ということを前提に回答しちゃったとかあとはこれよくあるんですが「違反してるものを選べ」でこれを丸に置き換えて違反してるものとして選んでるんですが。 ななぜか途中で丸が違反してていものに変わってるで本人それ気が付かないかったりするんですねだからちゃんと正解ちゃんと分かっているし記憶もできてるんですがそういうところで何かあの違う正解詞を選んでしまってるとあとは読み間違え、まあ、日本語っていうのは一番最後まで読まないと分かりませんよね「私は昨日どこどここに行きましたどこどこに行きませんでした」 えですので、まあ、しっかりと問題文読んでないとか、えー、途中で勝手に自分で「あ行,か行ってない」というふうに書いてあるんだなと思って回答する。でも「行ってない」とは書いてなくて「行った」とか書いてある、まあ、そういうケースですよね。でそれはもうその人個人の修正となりますので、まあ、ご自身でしっかりと修正していかなきゃいけないんですね。これケアススミスがやっぱり本試験でももう何問も出てくると もうケアラスミスだけで不合格になっちゃいます。で、その人の実力かというと違うので、余計タちが悪いです。まあ一番悔いが残るのがこの得点力不足に入ると思うんですね。まあちゃんとあの落ち着いて回答していれば正解ができたし合格ができた。でも何らかの理由でまあケアラスミスが理由で合格点に達せられないと。まあこういうことですよね。まあ以上のようなところをしっかり分析して、まあ自分がどこが弱いのかということを あの確認分析していくっていうのはとても重要なんですね。はい、ではこちらのレジュメの2ページ。で、冒頭に戻りますが、冒頭の話に戻りますが、まあ、いわゆるマンション管理士管理業務主任者の試験というのはまあ、大きく3分野に分かれてるわけですね。法令実務会計、そして設備系で法令系っていうのはやっぱり回答力というのが要求されます。もうすでにご紹介したように分かっていたつもりだけど、実は？ 理解があまりされてなかった。またケアレスミスなどが生じる得点力も物います。あの事例的な問題が多いです。A さん、B さん、C さんなどが出てきているので、えー、それをなんか取り違えちゃったりすると正解が出せません。なので回答力とか得点力が物います。で実務会計に関しては、まあ、ケアレスミスがなければ基本的には正解に達せられます。まあ、いわゆる知識それから まあ、解答力理解力っていうところではそんなに深い理解がなければ正解できないっていう問題あまり見受けられませんから、まあ、しっかりと記憶力と、えー、それからとケアレスミスがなければ十分得点できると思うんですね。はい、で実務いあごめんなさい、えー、と建築設備系はもうこれ記憶力勝負です。ももうう何かか理理論的ななななののを理解しききゃででいいいとと問題ほとんどないので もう知ってるか知ってないか、まあ、ちょっと言い方を変えちゃうとクイズみたいなもんで知らなきゃ不正解知ってたら正解あとはまあ全ての科目に言えますが、まあ、つまらないケアレスミスをしていないということですよね、まあ、このようにしてそれぞれの科目の特徴がありますから、まあ、それに基づいて自分がどれかに当てはまる状態になってないかどうかっていうことを分析するのがいいと思いますはいで今説明してきたものをまあ もう今一度確認をしてほしいと思います。まあ二ページの真ん中括弧一番目ですね。まあ知識力をつけるためにはと書いてあります。まあ具体的なことは皆さんで、えー、こちら読んでおいてもらいたいと思います。で、えー、この中でやっぱり重要なのはこの問題演習ですね。まあすべてに関係してきますが、やっぱり自分の知識がちゃんとついているかどうかっていうのは自分ではあの覚えてるつもりですが、ででも実際は覚えてなかった。あるいは整理できてなかった。 それを発見するためには、えー、きちっと問題演習しないと分かりません。で問題演習することによって自分の弱点も発見できるわけですね。でその問題演習の一番いいものは、まあ、個人的な意見も入りますが、まあ、過去問ですね。過去問しっかりと演習してください。えー、模擬試験や予想問題といったものも存在しますがまずあ模擬試験とか予想問題もちろん 悪いというわけではないですけどもやっぱり本試験実際に主催されたものが皆さんにとって一番必要なものですでまた本試験主催されたものはまあ、全く一語一句同じものは繰り返し主催されることはないですけどもまあ、表現の仕方を変えたりとかして同じ論点が繰り返し出題されてきていますですからえそういう点でも今年度の問題にそのよう 繰り返し被災されている論点が被災されてくる可能性が高いわけですからやっぱり過去問の演習をしていくこととが非常に有益だと言えます、まあ、このようにして、まあ、知識力、まあ、いわゆる記憶がちゃんとできているのかということを確認するためには、えー、問題演習で確認するそれも過去問ですね。はい えと次なんですけどもあごめんなさいはいえっ、ー、とこの3ページのところで解、まあ、答力と書いてあります解答力でこの解答力が先ほどご紹介した、まあ、一番こう補強しにくいところですね、えー、自分では理解してると思ってたんですがいざ問題を解いてみると正解がうまく出せない、まあ、その根本的なものとして、まあ、本当に理解されてるんですかっていうことですよねで これは先にご紹介したようにあの記憶はちゃんとできてる記憶はちゃんとできてるってことを前提にすればそれなりに正解は出せるんですがやっぱりばらつきが出てくるってことこですよね。あるものは正解ができあるものは正解ができない同じようなことが聞かれてるんですが一定しない、まあ、その時にこのいわゆる理解力回答力が 何か問題がないんじゃないかという疑いを持ってもらっていいと思いますまあ例えばこれ割と法律系にそういう傾向が生じますよね民法ですとか区分所有法あるいは標準管理規約まあ例えば例を挙げると区分所有法と標準管理規約って内容的には似てますがやはり違うわけですまあ区分所有法って法律ですし標準管理規約っていうのは法律じゃないです で標準管理規約っていうのは規約の雛形ですよね。で内容としては区分所有法と基本的に同じ内容の規約を確認的に作られてるんですが、異なるものもあったりするわけです。例えば区分所有法上の普通決議。区分所有者の議,決議決権の各過半数。でも標準管理規約では。あの、その普通決議の仕方が違いますよね。でもう少し、あの深い突っ込みをすると。 まあ、いわゆる共用部分に対する保存行為これは各共有者が単独で行えるこれが区分所有法の規定ですでも標準管理規約は裏返しっていうか反対になってて保存行為は各区分所有者勝手にやるんじゃないという規定になってるわけですでなぜ勝手にやっちゃいけないかと言われればそれは保存行為行った場合にお金がかかったら保存行為を行った人たちは 他の共有者にかかったお金の分を請求できるわけですね。まあ自分一人が全部あの負担するということは必要ないですから。ただ、保存行為を行って、あ、皆さん保存行為を行いました。で、保存行為にかかったお金がこれだけかかりました。一人当た,た,たりの負担がこれだけです。だから私に返してちょうだいって言われたら、まあ、法的には、区分所有法的には、それは返していかなきゃいけないわけですね。でも、えー、実際、それが行われたときに、 まあ、心よく思わわないい人もいるわけですちょっと言い方悪いんですが何勝手なことやってるんだと余計なことやるんじゃないそんなことや,やらなければそんな費用請求される覚えなかったんだという人もいますよね。ということは最終的には区分所有者同士トラブルになる可能性があるので標準管理規約では変えて区分所有法の規定と変えて保存行為を勝手にやらないでくれという規定になっています。 ま、その類の問題はえー、まあ覚えることをしっかり覚えておいてもらえば正解出せると思います。でも、それが理解されてないと。こっちでは丸になってるのに、こっちではバツどういう？こと混乱してしまいますよね。で、そこがまさに理解力が問われるもので、まあ、言い方を変えればまあ分かってたようで、実は分かってなかったんじゃないかということなんですね。で、まあ、区分所有法と標準管理規約を挙げましたが。 まそれ以外にも区分書説法と民法とかいうところも同じような違いが出てきてるんです。でそういうところが疲れたときに答えがしっかり出せる人はいいんですが、出せないってことはやっぱりどこかおかしい形で理解されてるってことですね。まあ、それがなかなか発見することができないんですが、まあ、これも同じように問題演習していかないとその発、えー、発見ができないと思います。ですのでまあ、先ほどの知識力もそうですけども。 この回、えー、答力理解力もやっぱり問題演習しながら本当に自分が分かっているかどうかっていうのは確認してってほしいんですねはい、まあ、それが3ページに書いてあるので、まあ、これも今ご紹介したようにご自身で今一度確認してほしいと思いますはいそしてあとは4ページ得点力、まあ、これは先ほどご紹介しましたように、まあ、時間的な制約もあるし まあ、あるいはあのー、ケアレスミスミなども含むわけですねそれからあとは、まあ、もう一つ付け足しをするとやっぱり問題は全て同じレベルで伝えされてるわけじゃなくて、まあ、難しい問題もあれば優しい問題もあるし中ぐらいの問題もあるわけですよね。で試験ではこれ難しい問題をどんどん得点して差をつけようこれは、まあ、いわゆる合格するという。 観点からすすると非常に効率が悪いですなぜかというと他の人たちができないものを自分で得点していくっていうことは他の人たちが持ってない知識理解してないものを理解するってことですからこれはやっぱり並大抵の学習では身につかないです。じゃあそうしなきゃいけないかというともちろん必要ないわけですね。合格するためには他の人たちが得点しているところを落とさないそして他の人たちができないところを少しだけできるようにすれば 合格することができます、えー、ですのでまあ、そういう観点で見ていかなきゃいけませんから、まあ、したがって得点しなきゃいけない問題なのか得点しなくてもいい問題なのかあるいは1問でも得点した方がいい問題なのかということをしか見極めていただきたいんですねでもう明らかに問題を見ると試験問題を見るともうこれ得点させる気がもう全くないなという問題も見受けられますあの私たち講師が見てもこれ正解出すのは もう無理ですという問題がありますからですからそれを何か勉強して得点次に似たような問題が出たら得点するんだこれは多分ほとんど意味ないと思いますまあ、あえて言うんだったら正解詞になっているものだけ覚えておくとかそういう形で最小限にしていただいた方がいいと思うんですねだから今言っているように まあ得点力っていうのは時間内にちゃんと解くとかケアレスミスがを防ぐとかそれからあとは得点しなきゃいけない問題はちゃんと得点してるのかしなくていい問題はあのし,、まあ、しなくていい問題をなんかと得点しようと頑張ってないかとかですねそういう分析を必要とするんだっていうことです。というかこれで合格しないっていうのはないと思いますからえー まあこれがきちんとできるんだったら合格できると言ってしまいます。はい、そしてあとは次ですね、えー、5ページに進んでいただきまして、まあ、先ほどから何度かご紹介してますがやっぱり問題演習っていうのはものすごく重要なんですねで。もしかしたら皆さんの中ではテキストをしっかり読んで講義を聞いてれば 合格に必要な点数が取れるんでしょと思ってる方いますいるかもしれませんがそれはあえて言うと間違いだと言っておきますやっぱり皆さんが学習している頂点に立つのは過去問ですね過去問をしっかり正解できるように理解できるようにするためにテキストを読み講義を聞いてると言っていいですだからテキストが一番頂点に立つんじゃなくて この過去問が一番頂点に立つと言っておきます、まあ、もちろんそれはあの講師の中でも意見が割れるかもしれませんが、まあ、今皆さんにお伝えしていることであればもうこの過去問が一番上に立つんだとで過去問を理解しするためにテキストや講義があるんだと、まあ、そう理解していただいていいと思うんですね。だから過去問演習だけはしっかりとやってください。 でまあ、何回やればいいのかとかいうご質問もあるんですがもう個人的には最低3回できれば5回ぐらい繰り返したいです、まあ、それは時間的な問題もあると思いますただマンション管理士目指す方はもう3回ではちょっとと足りなないいかなと思いますあとはさらにあの自分ができなかったようなところなどは区分所有法や民法など法律系は条文を確認していただかないといけないと思います。まあ、標準管理規約 あとはまあ問題数は少ないんですが標準管理委託契約書とかまあそういったあまあいわゆるえと法律系の中でももうんでしょうねえと大きな柱の法律のところはしっかりと条文を確認して いくこととが必要だと思います、まあ、管理業務支援者目指す方はまあそこまでは必要ないかなと思うんですけども、まあ、自分の弱いところがどこかぐらいのチェックはしていただかないといけませんね。であと、まあ、これは一例です必ず,こうし必ずこうしてくださいとは言いませんが今ご紹介したようにまず自分の弱点をしっかりと把握していくそれを補強していくことが重要ですからまず一番最初にやることは自分の弱点発見弱点の発見なんだということですね。 でさらにその弱点が何を原因としているのかっていうこともはっきりさせとかないといけません、えー、単にここが弱いんだどう弱いんですかって言われた時に分かりませんじゃ修復しようがないですからねえー、そこで先ほどみ皆さんにご紹介したまあ、知識なのかそれともまあ理解なのかそれとも得点力なのかまあ、理解イコール回答力と言いましたがまあ、そういったものをの分析をしていただきたいんですね であとはあの、そこが分かったらば、それに対,対する対応してください。うーんと、まあ、記憶ができないっていう方は、まあ、人それぞれですから、な、まあ、何とも言えませんけどね、まあ、ノートに書きながら覚えていくというのが効率いいんだっていう人は、そうしてほしいし、えーまああの、何回も何回も見直して、とにかく反復して見直すんだ、それで記憶をしていくんだっていう方は、もう何回も何回も何回も見直しをしてください。まあ、あるいは、えーと 解答力この理解力の問題だっていう方は、えー、とここはやっぱりテキストとか講義とかをもう一回見直しをして検討していただきたいと、まあ、検討というかちょっと研究と言っていいのかもしれません,んですので、えー、そういうふうにしてこう対処をしっかりとしていくっていうことが重要になりますから、えー、その点を確認して対処してほしいと思いますあとはログページですね はいまあこれは一例ですから、まあ、皆さんこの中であこれいいかなと思うものがあ,あるんだったら、まあ、それを取り入れてください、まあ、必ずしもこうやんないとダメとかいう話じゃないですえっ、ー、と言い方を変えれば自分に合わないようなやり方っていうのはやめてくださいかえってストレスになってしまうだけですからあこのやり方自分に合うなと思われるようなものだったら取り入れていただきたいなと思います はい以上、ご説明してきましたあ、説明の方してきましたけれども、あと7ページ、8ページに、ますはい、えー、まず7ページですが、過去問講座、も名前の通り、過去問をしっかりと演習していきましょうという講座ですよね。で過去問も 優しいものから難しいものまでありますので、まあ、全部まんべんなく対処するということができませんただやっぱり過去問の中で重要なのは、えー、多くの人たちが正解をしている正解率が70%以上の問題ですねこれをしっかりと得点できるようにしてもらわないとダメですでさらにプラス50%から70%未満の正解率の問題は一、まあ、問でも多く得点していきましょう、まあ、全部は無理です、まあ、そんなふうにして えと必ず得点していかないきゃいけないもの、まあ、できれば得点してほしいものというふうに分けて、えー、やっぱり問題も解答していくっていうことですね、まあ、それを表しているものがこの過去問講座ですあとは問題演習講座、まあ、記憶力をつけるという意味ではこの問題演習講座一問一答の解,解きまくり講座とかはあの記憶力を定着させるにはいいです な、まあ、なかなかテキスト見てるだけでは定着しませんから問題見てあ正解だあまた間違えた、まあ、これであの記憶力をどんどんと増していくということですね。あとは実践演習総まとめ講座、まあ、過去問と過去問もあるんですがうんと皆さんの中でもやっぱ過去問3回ぐらい解いてくるともう正解分かっちゃう。 という方いらっしゃるんですね。まあ、それでも個人的には演習し,し続けてほしいんですが。やっぱり、まあ、人間ですから、もう答えが分かってしまうような問題は面白みないと。まあ、その場合はどうしても。あの模擬試験とか予想問題とか答練と呼ばれているものにチャレンジしていただく必要があります。まあ、それがどうしても重要だってわけじゃないんですけども。まあ、そういうものをやることによって、まあ、本当に理解できていたと思う過去問が。 理解できているかどうかってことがチェックできますね。それからあと8ページ。はい、こちらですね。えー、っと、ここに今答練模試って書いてあります。まあ、基礎答連実践答連全国公開模試とまあ、3つあるんですけども、もまあ、簡単に言ってしまうと、それぞれのまあ難易度が異なると言っていいと思うんですね。まあ、基礎答連というのが、まあまあ基本的な問題が並んでいますから、まあ、ここでしっかりと基本的な事項を確認していくと。 そして、まあ、実践答論と呼ばれているものは応用的な問題です。あと全国公開模試はあの本試験にできるだけ近い形で皆さんに実施をしていくということです。はいまあ、こんなふうにして、まあ、それぞれレベルが変わってきますので、まあ、それに応じて自分の力というのを確認してほしいと思うんです。ただあの、まあ、一言付け加えておくと あのここで点数が良い,いから大丈夫だとか点数が悪いからダメってことは全くないですあのあくまでも皆さんが目指すのは本試験この試験当日ここだけですからですからその前に行われる基礎討論とか実践討論とか公開模試の試験の問題の点数がどうだとかいうことは関係ありませんじゃあ何のためにやるんですかもちろん今ご紹介してきたように自分の弱点発見そして克服をするためです はいまあですのでちょっと使い方というかですね見方間違えてしまうと点数が思った以上に悪くてがっくりして終わっちゃったとかですね点数が良くて喜んでそれ以降本試験まで手抜いちゃったとかそういうことのためにやるわけじゃないですからそこは間違えないでほしいと思います。はい、えー、以上ご紹介した内容ですがぜひ参考にして今後の学習に役立ててください。ははいそれでは2019年管管理理業務主者マンンション管理士の講座説明会 問題演習で鍛えろ基礎知識と問題解答力の説明会の講座これで終了ですお疲れ様です